消費安全局長の今城です。それでは、すべての加工食品の原料原産地表示の導入について説明します。本項目については農業競争力強化プログラムの12ページから記載されておりますが、13ページの資料についてご説明いたします。そもそもなぜ加工食品のとなっているかといいますと、いわゆる生鮮食品についてはすでに原産地表示を義務付けられており、野菜については県名を書く、それから肉については国産との表示でいいのですけれども、輸入であれば輸入先国を表示するということとなっております。それから、加工食品も一部ミンチ肉や表面を炙った魚の肉など品目を限って、原料の原産地を書いていただいています。今回 TPP ということで輸入品が増えるだろうということもあり、それだけでなく、もともと消費者の要望が強く検討課題となってきたのですが、この度すべての加工食品に原料原産地表示をやっていただこうということです。すべての加工食品に原料原産地を書いていただくということですが、加工食品といっても種々さまざまなものがあり、例えば一つの加工食品に20から30の原材料が使われているような場合もあります。そのすべての原材料について原産地を書くのは非現実的であるので、今回は製品の原材料重量比で第1位の原材料について義務付けをするということとしています。なお、一番上の枠内にも記載しておりますが、現在の表示でも義務の対象外である外食やスーパーのインストア加工、まあ、これは包材にくるんでいないものということですが、こういうものについては現行通り表示義務の対象としないということにします。これは基本的にその場で店員さんに聞くなどして、知ることができるということで、今も義務の対象外となっておりますので、今後もそうしていくということになります。その下の色がついている表示方法のところで図示しておりますが、一部はすでに加工食品の原料原産地表示が義務付けられています。一つの国の場合は簡単なのですが、例えばアメリカ産の原材料が第1位で、アメリカ産と国産が 60% と 40% 入っているなど、2つ以上の国となる場合、先に重量順の多いものから書いていただくのが現行ルールとなっています。今回の改正において拡大するものについても肌色の色をつけておりますが、現行同様国別重量順に表示となっていますように、基本的には今の重量順のルールで原産地を書いていただくということです。また現在のルールでも3カ国目以下はその他という表示でくくって構わないことになっています。例えば上位2位の A 国 B 国まで書いて、3番目以下はその他でくくって構わないというルールになっておりますので、改正後も同様です。ところが今回すべての加工食品についてこのルールを当てはめることとなった場合、実行が不可能であるものがあることが、さまざまなヒアリングや実態調査を通じて分かっています。消費者の的確な選択に足りうる原料の産地表示を拡大していく一方、実行不可能なものを罰則を前提とした義務表示の対象とするわけにもいきません。従いまして、現行の重量順で書くことが困難な場合には、またはでつないで可能性表示をしていただくことで構いませんというふうにしていきたいと思っています。水色の色をつけたところ、可能性表示と書いてあるところです。例えば2カ国であれば A 国または B 国と書けば、その原料の A 国と B 国の国別の重量順位が入れ替わったり、あるいは時期によっては A 国1カ国になったり B 国1カ国になったりする場合でも、 A 国または B 国と書くことで可能とする表示方法です。この可能性表示であれば、製造業者が頻繁な包材の切り替えをしなくて済みますし、
例えば製造ラインを止めてラインの清掃を行った上で再度機械を動かすといったようなことをしなくても実行可能であるということになります。ただその場合には例えば A 国または B 国と表示してあってもある時期の商品には A 国産しか使用されていないということもありえます。このような場合について誤認を消費者に与えてはいけないので注意書きを書いてもらうこととします。この A 国または B 国という表示の場合について、例えば〇〇の産地は平成何年の取扱実績順という趣旨を注意書きとして書くというルールにしていただこうというふうに考えています。でさらに輸入国の数が非常に多い場合、3カ国以上になってかつその3カ国の重量の順位がくるくる変わる、あるいは使用されていたり使用されていなかったりする国があるということもありえますので、そのような場合、緑色で書いております大くくり表示、これは輸入国が3カ国以上となる場合には輸入とまとめて書いていただいても構いませんということです。また例えばアメリカ産、メキシコ産、カナダ産という外国産3つプラス国産といったように国産と外国産がミックスして使用されている場合には、輸入の方が多い場合輸入点国産という表示になります。この重量順で書いてあるという符号が点という表記になりますので、輸入点国産であれば国産は必ず使用されていますけれども輸入の方の重量が多いということを示しています。さらにこの輸入点国産あるいは国産点輸入、この表示でも書ききれない場合があります。例えば輸入国が3カ国以上のものが使用されており、1年のある時期には国産が手に入らず輸入のみの原材料使用となるけれども、それ以外の時期は国産が使用されている、 すなわち外国産プラス国産1という形で使われている場合です。そういう場合はやむを得ず薄緑色のところで書いておりますけれども、大くくり表示プラス可能性表示として、要するに輸入または国産あるいは国産または輸入と書くことしかできない、そういう場合もあり得るということです。したがってこの場合、例えば輸入または国産という表示がされていると、情報としては輸入先国は3つの外国以上であり、またその一定期間の原料の使用割合の平均は輸入を合計した方が国産よりも多いという情報を伝えているという表示になります。さらにその下に黄色の枠がありますが、中間加工原材料という言葉があります。これは原材料が生鮮食品であれば普通に原産国をトレースできますけれども、重量順第一の原材料そのものが加工品である場合、そういう場合には国際ルールでもそうなっているのですけれども、加工原材料そのものについての生鮮材料まで遡って原産国をトレースするというのはほぼ不可能です。その場合には加工原材料の製造地を書いていただければ構いませんということです。したがって例えば、小麦粉括弧国内製造あるいは括弧米国製造という形で小麦粉の製造地を書いていただくことでカットするということです。ただ一方、例えば食パンなどにおきましては小麦粉が普通第一の原材料となりますけれども、現在でも北海道産小麦 100% などと書いている商品がございます。このように遡れる場合には書いていただいて構いません。あくまでも生鮮原材料まで遡ることが可能である場合は書いていただいて構わないというルールです。このようなルールをもとに
すべての加工食品に原料原産地表示を義務付ける制度を作っていきたいと考えています。またその他の欄に書いてありますけれども、消費者の方々に聞いてみると、やはり表示をする場所というのはご自身で購入される際に商品を手に取ってみるという際に見るということですので、義務表示である原料原産地表示は食品の容器包装そのものに書いていただきたいということにしたいと思います。ただ可能性表示や大くくり表示を包材に書くにあたり、例えば情報として重量順による原産国名を包材に書くのは無理だけど、インターネットでの発信はできるという場合もあります。そういった場合には積極的に情報開示を推奨していきたいというふうに考えています。また制度改正ということになりますと、一定の経過措置期間が必要になりますので、すぐに全面義務付けということはできないと思っています。そのため準備ができた企業からやっていただくということにして、全面的に義務がかかるというのは一定の経過期間を置かなければならないと考えています。その他制度内容や用語の意味などにつきまして、今までの重量順での表示のみというルールが変わりますので、消費者の皆さんによく、啓発を推進していきたいというふうに考えています。消費者の皆様が現在約4分の3の方々が原料の原産地をとても気にして商品をご購入されているというアンケート結果もございますので、こういう制度改正を行うことによって消費者の皆さんの商品選択に資する情報提供を拡大してほしいと、そういう要請に応えていきたいと考えております。以上で説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。